こんにちは、香水です本日のお話は男性が嫌がる話題とはというお話をしていこうと思います今日の音声を聞いていただけると えー、婚活で男性が嫌がってる話題についてが分かったりとかなぜアラォーさんが結婚しにくいのかっていうことが分かったりとかそれに対してどう対応していけばいいのかっていうことが分かるようになります、えー、私がねよく見ているよくでもないな時々見ている40代婚活 YouTuber の男性がいるんですね。 自分の婚活状況を動画にして話してるという方ですでその方がこの前ねなぜアラフォー世代がうまくいかないのかっていうのを力説してたのでその内容が <laughs> あの役に立つかもしれないなと思ったので今日お話ししてます取り入れてみようかなと思って、まあ、その方が言うにはアラフォーまでなるとやっぱり条件から入る人が多くてうんざりすると これ女性、ね、女性性ねの話ですよ例えば年収はいくらなのかとか資産はあるのかとか、まあ、家はあるのかとか長男なのか次男なのかとか老後はどうするつもりなのかとかという,もう夢も希望もないね会話をされると男は泣えるんだとやっぱり男性はロマンチックロマンチストで少年なんですって。だから あの初っぱなからねそんなね現実を押し付けられたらもう逃げたくなるという話をしてましたで彼が言うにはやっぱりこう婚活にいた婚活での出会いだったとしてもやっぱり男としては一番最初に優先的に来るのは条件じゃなくて愛せるかどうかなんだと男女性をねその目の前の女性を愛せるかっていうことが一番に来ると。 まあ、これもっとダイレクトな言い方でしてましたけど、まあ、抱けるかどうかだと。でまあ要は恋心を抱かしてくれよということを <laughs> めっちゃくちゃあの適、ー、切してましたね。で一番がそれなんですと。一にも二にもそれが一番。で 性格がどうとか気持ちが優しいとかってそういうあ,あの条件のことは2番以降に来るわけであってまず恋心を抱かないとそんなね結婚も何もないしその次もないんやとだからあのそういう恋心が優先な、ね、男に対して女性はその現実をガン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 ねついてくるんじゃなくって「俺たちに夢を見させてくれよと」と、ね。いやあの俺たちだって 現実はわかっているとだけども嘘でもいいからね夢を見させると。ね、実際ね一緒になればやってちゃんと現実的にやっていくようになるからまず最初ね出会った時ぐらいはいい気持ちにねいい気分にさせてくれて、ね、その辺のこう男性心理をうまくね気持ちよくさせてあげられる女性とか、まあ、コロコロ転がすじゃないですけどそういう女性 いいないんかみたいなことを言ってました <laughs> やっぱり婚活市場で出会う女性っていうのはとにかくドストレートだとねなんか自分がよこせよこせ,よこせよこせ主義みたいな感じというかそののお金のことを話してきたりとかねあのそういうのがもう疲れるとそういう話ばっかりされるとやっぱりねなんか俺なんか金だけかみたいな 資産だけかみたたいいなな感じになるんだだよっっててうことを言ってましただからその要はまあギブアンドテイクじゃないですけどその男性の,その恋心に火,火もつけさせてもないくせに、えー、理想とか条件ばっかり突きつけてくるなともうひそれは萎えるからやめてくれみたいなことをまあ言ってたわけですよ。 いやこれねまあ,あのこれをね聞くとね、まあ、女性の中にはねもしかしたらいやそんなん言うたってって結婚って生活でしょってだから収入とか、ね、次男かどうかとか財産があるかとか聞くのは当たり前じゃんってすごく大事なんだからっていう主張もあるんじゃないかとは思うんですね、うん、でそれも別にねあのそう思ってることは私も悪いとは思わないただえー と順序っていうかいきなりその初っ端から条件を突きつけていくっていうのは私もおすすめしないですだって泣いてしまうわけじゃないですか男性としたら恋心すらも抱いてない状態でいきなり収入とか次男はとか老後はとかって言われたらやっぱりねそれ以降 2, 2回目以降がつながらないのでそれは婚活してるあなたにとってもマイナスだと思うんですねでこの 出来事ってまさに男性と女性の思考の違いで起きてる失敗だなっていうふうに私は感じてるんですけど、えー、まあ、収入とかね財産とかね長男か次男かとかね聞くこと自体は私はダメだとは思わないただ聞き方やと思うんですねもっと言うならば聞き方というより探り方の問題かなって思ってます まあ、私この話ね、ね動画聞いた時にマジかって思ってほんまにそんなストレートに聞いてる女の人っていてんのっってちょっとびっくりしたんですね私、女性の相談を受けてますけどその,その女性たちの,そのデートにくっついていって聞いてるわけじゃないでしょ話を一部始終、話を聞いてるわけではないからこんなストレートな聞き方する人い,いたのか、いるのかと思ってね いるのだろうなと思ったんですよ彼の言いぶり,いぶり口ぶりからするとなんか結構何度もそういう経験をしててもううんざりしてるってい言い方してたので回回や2回じゃなさそうななんですねなのでまあこれ結構もしかしたらこれ聞いてくださってる方も分からずにやってるかもしれないのでこう喋っといた方がええなと思ったんですね。で私これ聞いて思ったのはいやもっと遠回しにね推測していけばいいのになって思って。 たんですよ例えば収入とかねそんなんねなんか親しくもないのにねいきなり収入いくらですかとかよう聞くなと思ってすごい失礼じゃないですかそれって。でそんなことねいちいち聞かなくても、うん、会話の中で推測していけばわかることやのになって思ったんですよ。例えば収収入入婚活で来たたた男性の収入が知りたかったらねまず職業を 聞聞きますすやんか職業ぐらいいくですよ普通にね聞いてそれである程度のこの分類っていうかどういう仕事をしてたら大体これぐらいの年収っていうのは推測がつくと思うんですよまずざっくりと。でそこからあと個人差がやっぱり生まれてくると思うのでそこから例えば残業があるのかとかあと役職についてるのかとかそういうのでも変わってきますよね。だからその辺もの今みたいにこう うんと、取り調べみたいに聞くんじゃなくて。会話の中で。その自然な会話のなか、中で聞けば。いいことだと思うんですね。例えば、まあ、普通に喋っててね。まあ、何の仕事とかし、してると、仕事し。してる仕事のことを聞いていく中でね。やっぱり残業とか多いんですかとかって。まあ、それ普通の自然の流れで聞きますやんか。 そしたらいやもう残業ばっかりだよとかって、まあ、向こうがね言わはったらそれは大変ですねってでもまあ残業代が、ね、つくんやったらちょっとは我慢できたりしますよねみたいな会話をしたらいやうちの会社は残業代つかへんねやみたいな言わはるかもしれないですよねそしたらもうまんまの金額なわけですよその職業まんまの金額で、まあ、あの残業代つかないわけだから結構ブラック企業かもしれないですしとかそういうのも 推測していくねえあとは役職ついてたりとかしたらまた役職手当とかがあるだろうしその役職についてるかどうかだって会話の中で分かると思うんですよ。ねえななんんかこう仕事どんな仕事事どしてるのとか聞くじゃないですかざっくりは別に。その時にいいいやこここうこうこういう部下がいてとか言って言ったらあやじゃあね上役っていうかさそういうあ部下がいらっしゃるんですねって言ってその。 なんていうのその人のや役職が多分言いますよね、これ、男性、聞かなくても多分、その仕事、どんな一日こう過ごしてはんのかなみたいなあのことを聞けば、そのまあ、言った役職ついてることって男性からしたら、まあ、どっちかというとプラスのことだと思うので、多分別にそんな、ね、役職ついてますかっていう聞き方しなくても、自分から言ってきますよね、仕事の話をふ振っていけばね、本当に興味を持って聞いていけば。 ううと思うんですよねそしたらそれでまあ役職ついてるってことで、まあ、そこにちょっと収入上がる感じになりますやんかそんなんとか推測していくことであと長男か次男かなんでこんなの簡単に聞き出せますよね別にいちいち長男ですか次男ですかとか聞かなくても会話の中で、まあ、例えばこ,うこの今のシーズンだったら。 あの「お正月ってどうされてたんですか?」とか言って聞けば「いや実家に帰ってたんです」とか言ってあ「ご実家はどこですか?」とかでそしたら「ご実家の,そのま家族みんながこう集まりはったんですか?」とか聞いたら「いや弟もどこそこから帰ってきて」ってあの「子供連れてきたから僕が面倒見てたんです」とかって言う,言うかもしんないじゃんそしたら「あじゃあ二人兄弟なんだな」ってあ「じゃあ家族ねにぎやかだったですよね」って。 ご家族ご家族じゃないわご兄弟お二人でねあれですねみたいな感じでその会話で聞けば全然わかることですやんかうんあとはね収入とかねそういうの知りたかったら持ち物から推測したりとかあと車持ってるかどうかとか車持ってたらでも収入は低くなりますよねその分お金かかるからねとか あの例えば収入分かりにくいパターンというのは自分と全然違う業界なんかちょっとよく分からない専門的なこととかされてるとちょっと分かりにくいかもしれないけどそういう人ってそんなにたくさんいてないのでもしそういうちょっと専門的なこう珍しい職業の人だったらそれに近い人に聞いてみるとかねこういう職業の人なんだけどみたいなどれぐらいの収入か分かるみたいな感じで友達に聞くとか。 なんか今って情報がいくらでもねネット上にも転がってるんで調べようと思ったらある程度わかると思うんですよね。で、まあ、私もう1個ねあの聞,く聞くとかは無理やけど調査しておいた方がいいなと思ってることあと収入がよく,よくても借金抱えてる場合もあるのでね借金、まあ、ね抱えてたら収入高くてもまた収入がないのと同じじゃないですか。 サラリーマンだったらです自営業の人たちは借金してるのは当たり前やからねあれなんですけど例えばそ,のそんなんにしたって借金ありますかなんて聞けませんからだけど話の中とかで、ね、相手の態度とかであれって思うようなあの部分があったらそれは大体ねそういうねあのマイナスのとこを抱えてる可能性があります。 これはあの、ね、私もお客さんと、ね、このこ彼の話を私が聞いてる中で、ね、その人の話を聞いてたら私はその男性は見てないし会ってないんだけどたまにえその人借金ないとかってあのなんか気づく時があってそうやって聞いていって、まあ、探っていくと、まあ、結局借金があったってことが分かったりすることが結構あるんだけどもうこの辺はもう直感ですよね。あれななんか変やなって うん、あのよくあの相手のことを見てたらなんかわかると思うんですよ。例えば職業とかそこそこの職業をされてるのにね。収入は一般の人よりも多いはずなのに、変なところでケチるとかね。それってなんか変な行動でしょん？って思いませんえ。なんでそこそこそこでケチるわけみたいな。それって多分何か裏があるんですよ。そこでケチらなければいけない現実があるんですよ。おそらくっていう風うにこの？ ストレートに聞かなくてもその人の行動とこの現実と照合していけばなんかおかしいなとか見えてきますからそういう,こうものの見方をしていけばうんとそんなにねストレートに聞かなくてもだいたい分かってくるかなっていうふうに思います。こ,れこの見抜くのはねでもある意味経験も必要だと思うのでもう分からない人はもうあの相談してくれたら、まあ、その会話の中によってね中身では わかるかるもしれません私が全部わかるわけじゃないですよ。こんな借金があるかどうかっていうのは、本当になあの何がこうやからって言えないから。で、まあ、そんなことでね、まあその借金、あでね一応言っときますけど、借金があるから駄目だとは私は思ってないですよ。えー、と借金を、その人が、その男性がどうしていくのかですよね。 どうしていこうとしているかっていう態度とあり方を見ていくことが大事だと思います。その男性がそのお金というものと、どう向き合っているかっていうところを見ていくことが大事かなと思っているんですね。やっぱりお金ってね、その人の人物像が浮き彫りになりますので、そこを見ていけばいいと思います。あるかないかじゃなくてっていうことね。はい。 ですのでまあ対処としてはね結論としてはもうね、えー、と婚活においてしょっぱからドストレートに条件とか理想とかを聞いていくのはやめましょう、ね、それは聞き,た聞きたいのは聞いても構わないんだけど会話の中に織り交ぜながら推測していきながら現実と言ってることを、ね、整合性をとっていくそうやって推測していくことそしてもう一個は えー、あくまでも男性は恋心が大事恋心が浮か,浮かばないとそういう人とは2回目も3回目もないからそういう恋愛気分ですねたとえ婚,婚活であったって恋愛の気分を雰囲気を出しつつ自然な会話の中で聞く,聞くべきことはしっかりと聞いていく。 ということをお勧めしたいと思いますはいということで本日のお話は以上になります最後までお聞きいただきましてありがとうございましたまた別の音声動画でお会いしましょう